大会出場歴31年を誇る木澤選手ですが、トレーニングはもうすでに36年やられているということで、木澤選手、この間回数のことをいろいろ聞いたときに、例えば8回狙いでスクワットやるとか、そういうので何回狙いっていうのが、まあ、高重量特にあると思うんですけど、はい、大阪の木村誠一郎選手を取材行ったときに、はい、木村選手、今はちょっと職種が、まあ、同じ消防のお仕事されてるんですけど、予防科っていうところに移って行く時間が決まったんで、今は同じかどうかわからないんですが、前は救急隊にいらしたんで、仕事終わった後にトレーニングされてることが多くて、で要するに疲れ方とかそういうのが、まあ、まちまちっていうところがあるんで、いつも同じパワーを出せると限らないっていうのが前提にあって、なるほど、それでもう数にこだわらない、ノートもつけないし、重量も、まあ、その時、まあ、気分って言ったら失礼ですけど、そういう感じ で、はい、で回数もとにかくだから限界までやるっていう、はいはい、その日のっていうアプローチの仕方なんですけど、トレーニングに対して、そう、木澤選手は前に非常に興味深かったのは、常に限界マックス疲れてるから状況が同じだっていう、そうですね、でそういうところから自分のパワー出すの、前回が8回だったから今回は9回狙うとか、まあいろんなやり方があって人それぞれ違うのも理解してますけど、どういうのが一番いいかどうか分かんないですけど、木村さんとか僕みたいな、木村さんはでもコンディションが毎回違うから数えないんですよね。そうです。僕はコンディションがいつも疲れてるから安定してるデータが取れるんで、まあしっかりデータを取ってる。でも2人に共通してるのは、多分どんな状況でも限界まで追い込めるということなんですよね。だからこれは多分トレーニングの経験を、まあ、2人ともすごいやっぱり長年積んでるからできることであって、トレーニングを始めたばかりの人っていうのは、そもそもこの自分で追い込めるこのメンタルっていうかところ、あと技術ですよね、テクニックのところが多分全然まだ安定してないんですよね。なのでやっぱりデータをちゃんと取って毎回毎回この向上できる、まだ伸びしろが山ほどあると思うんで、そこはやっぱり段階踏んでしっかりこう自分で登っていかないとダメだ。そのためにやっぱり毎回の重量だったり回数っていうものを毎回目標を作ってやっていくべきかなと思うんですね。いずれもどんな状況でも限界まで力出せるようになったりすれば、その日のこうなんか感覚とかでね、やってもらってもいいかなと。結局1日のトレーニング終わった後になんと筋肉がもうオールアウトして、はい、なればいいんですよ、はい、そうなれないんだったら、やっぱり僕らみたいな感覚のとこで、やっていくっていうのはまだちょっと早いかなと思うんでね、はい、だからよくパーソナル機で言われるのが、まあ、いつもこの種目この種目この種目5種目やってて1種目5セットずつやってますと、でまあ、パーソナル受けると2種目目でもういつも5種目終わったよりも痛いと、足が、もう疲労してできないっていうんですよ皆さん、ということはやっぱりいつもやってる1種目目の1セット目から5セット目までもうやっぱりまだまだレベルが上げれるわけですよね。でしかもいつも言ってるように僕は補助はしないので、言ってるだけなんですよ、言葉で指示してるだけなんで、それでもいつも以上にもう2種目目で5種目やったぐらいの疲労感とパンプ感になるわけなんですよ。そこでまだまだどんどん伸ばせると思うんで、まあ、そこがあるうちはやっぱりもうもっともっとちゃんとデータを取って自分をこうもっともっとこう詰めてね、自分のこの今持ってるポテンシャルがここだとするとここぐらいしかないですけど、いつも出せれてないんで、早くここまで出せるように、していかないとダメだと思うんで、いつも頭の中に木澤さんの場合はゴード選手が住んでるんですけど、はい、まあ、うちは今は住んでないですよ、ね、今もう引っ越しされました、ね、何か鬼コーチがいて、はい、要するに自分の限界に到達するまでその力を出し切るっていうのを、何かそうですね、自分のやっぱり頭の中で何かこう本当にいろいろやればいいですよね。僕はだから合田さんはコーチじゃないですよ、鬼コーチが自分の分身みたいなコーチがいて、合同だったらもっとやってるぞみたいなこと言ってくるわけですよ。
まあそんなイメージですね、はいはい、そういう感じだから、まあ自分をうまくこう頭の中でね、はい、厳しく厳しく言ってくれる、はい、なんか架空のコーチがいるといいですよね、はい、まあみんなどうやっちゃってるのかな、面白いですね、そういうの、ね、頭の中でこうみんなどういうことをこう考えてるのかな、だから僕はなんかだからそうだって、あの人だったらあの選手だったらもっとやってるぞとかね、はい、うん、なんかそういうのが、まあ、なんかまあその辺を言うと多分すごい、うん、まあ、なんか昭和の根性論みたいな感じですけど、まあ、僕は頭の中いつもそうですね、はいはい、まあ、今はそんなんないですけど、はい、若い頃はそういう感じでしたね、まあ、昭和の人間なんで別にそれは別に全然大丈夫ですいいですけど、まあ、そうやってやってなんか自分のこう奮い立たせて、はい、最近の子はどうなんかな、あんまりライバルの意識とかあんまりしないんですかね。いやでもあるんじゃないですか、なんかどうなんかな、綺麗事言ってるだけで中ではもうあれなんですかね、ライバルのことで頭いっぱいだったりするんかな、格好つけて言ってるだけで、ね、意識してませんみたいなこと言うだけで、 あるかもしれないですね、なんか時代的にね、そんななんかあいつ絶対倒したいとかっていうのを言うのがなんかあんま格好よくないかもしれないですね。でもそういう気持ちを持ってやらないと、いやそういうのは大事ですよね、はい、やっぱり一番のエネルギーになるだろうし、はい、ね、まあ、それをこう口に出す必要はないですけど、はい、例えばだから杉中君もね、はい、いつも僕のことを見てますけど、はい、頭の中であんのやろうってずっと思ってるかもしれないですね、それは。いやそれあんなね、それはないと、あんなニコニコしながらね今度やろうと思ってるかもしれない、それはないと思いますけど、はい、みんな要するに限界までとにかく追い込めれば問題ないというところで、ありがとうございます